今撮ってて撮影してて、電源入らなくなったんでバッテリーを一回抜いて元へ戻してまた撮影始めています。そんなことでちょっと横に入ってました。で、大間町の街の中に入るとなんかくね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 何回も曲がってあの大間崎に行くんですけど、途中からあのそこ行かないでですね、近道をあナビでなくて道に案内があったのでそれをで入ってきました。あと 1.8 キロです、大間町の中心街ではないけどまあこんな雰囲気です。自分が思うにはですね、曲がれって言ってましたね。スマホのネット環境が 5G だったらいいなって思うわけね。で、4G で YouTube にこの動画をアップするっていうことは大変なんですね。5G ならもうハイピッチで行くわけですよ。左方向です。あ、昆布だ。あ、いい風景を見ることができました。あと 1.6 キロあるけど